まだ終わってないよ。まっすっか、まっすっか、まっ。なんとか後続を打ち取ったエース鳴宮。しかしこの回3失点。ベンチの指示はどうした？狙ってんだろうか、チェンジアップ。残りの2イニングはお前と沢村に投げ抜いてもらうぞ。最後まで攻める気持ちを忘れるな。超スッキリした。冗談ぞ。さあ枯れるまで声出そうか。正直甲子園がどういうところかは分からないけど、どこのチームと戦っても負ける気がしねえ。てめえは絶対何かやらかしてるな。よし、ノーアウトランナー一塁、すかさず反撃となるか稲城実業。山岡の足なら必ずバントで送ってくるはず。慌てるなよ沢村。むむむ、来る気か。でけえリードだな。むむむむむ。恐れ知らずの一年をこれ以上勢いづかせるな。サインを出すってことは信じてくれてるんだよな。先頭打者を出したものの3人で攻撃を終えました。沢村くん、エイジュン、エイジュンくん、ナイスピッチ。ん？え、何？フリアー！とにかくつなげ！あとは俺が何とかしてやる！予想通り、沢村くんで来ましたね。勢いがあるからな。焦らず攻めれば必ずボロを出す。延長になれば、必ずうちが勝つ。2点はいらない、1点でいい。延長になれば、必ずうちが勝つ。セーフティー！サード！リードをやめ！チクショー！真剣勝負。絶対、気持ちで負けちゃダメだ！松田！突っ込め！あと、アウト2つ。譲れねえよ。甲子園だけは譲れねえ。少しでも心に動揺が生まれればそこを突くつもりだ。攻めろ沢村、攻めろ沢村くん。相手はチーム一の俊足、絶対にデッドボールなんかで塁に出したくないし。逃げてたまるか。あとアウト一つ。沢村のボールに力もあるし、ここで決められたらベスト。沢村決めろ。沢村もっと。ヘルメットにしっかり当たったんで。おい、いいから休んでろ。ひゃはは、攻めた結果だろ、気にすんな。川上、お前はよく投げたよ。いつの間にかみんなそう思ってしまってたんだ。俺も逃げねえぞ。お前のように攻めるからな。追い詰めてるのはこちらだ。バッター勝負。あとアウト一つ届きませんでした。沢村、整列だ。あれだけずっとでかいことばっか言ってきたかった。チーム全員の思いが詰まっています。頑張ってください、甲子園。期待に応えられなくてすいませんでした。
聖堂の奴らだってそのうち嫌でも気づかされるんだからよ。なんで、あとアウト一つだったのに。先輩たち、みんなすげえ人ばっかだし、このチームが負けたんだ。頑張れよ。ああ、この部屋も広くなっちまったな。てめえ、俺が戻ってきてもその顔してたらぶん殴るからな。こんなんで新チーム引っ張っていけんのかよ。ああ、俺も直接声が聞きたい。最終回の沢村、表情も様子も明らかに違うじゃねえか。主力の先輩たちだって引退しても力が足りなかったんだよ。お前、もしかしてずっと走って。もう誰にもマウンドを譲らない。根性あんじゃん。悪い。おいおい、どうしたキャプテン。5回を投げて9奪三振、絶好調ですね。キス、無理すんな。言っとくけど、今のは打者の打ち損じだからな。分かっております。羨ましい。うるせえ。並列だよ。うちの先輩たちだって実力じゃ全然負けてねえんだ。内外野の皆さん、ガンガン打たせていくんでよろしく。先発古谷の後を受け、6回から沢村リリーフ。だからコース雨って。これがお前の言う甲子園だったら火だるまだからな。ムーン、お前さっきから何やってんの。甲子園と名付けられたそうです。てか木の稲って何でしょ。ちょっともらってくぜ。あ、どうぞ。先輩たちは負けてません。稲実のメンバーにだって全然負けてると思いません。力が足らなかったのは自分です。甲子園に行くって何なんですか。だって俺行ったことねえもん、甲子園。誰もが気軽に行ける場所、誰がわざわざ目標にするん。知りたきゃてめえの目で確かめてこい、バカ野郎。甲子園決勝、個々の能力の高さもあったのでしょうが。甲子園、あの二人は1年ですか。なんだあんた、決勝を見てないのか。この3人が大きく成長したら新チームも期待できるんですがね。まだこのメンバーで固定って感じでもねえからな。さあ飯食うぞ。とろける。勝負っていうのはほとんどのやつが負ける。ド M でナルシストばっかだよ、スポーツやってるやつなんてな。たくさん、なんなんだあの親父、嫌味なことばっか言いやがって。今日は一日練習をご覧になってたんですね。この夏の暑さは今の時期にしか体感できませんからね。まだ選手の顔と名前が一致しないし、どういう練習をしているのか知っておきたいん。もともとは投手だったんですが、本人自ら外野に転向したいと。なんかまだチームの形が見えないんだよな。1年に煽られ2年のケツにも火がついている。チーム全体の雰囲気は決して悪くないんだ。ストライク、バッターアウト。ナイス、最低限よこし。選手個々の能力は決して低くないですから。エイジュン君、早く来たね、リベンジのチャンスが。沢村、次の回から行くぞ。はい。フォームが独特だから練習試合では通用してるけど、テーマは自由への挑戦だ。あ、何？挑戦。あいつら自身も自分たちの力がどれくらいなのか。明日2つとも綺麗に勝って夏休みを締めくくろうぜ。違う、そうじゃない、もっと強く。ここにいるってことは俺たちの試合で投げるのお前らだよな。お前ら夏休み何勝な。はい。沢村、川上の順でマウンドに上げるぞ。はい。この試合
本気で勝ちに行くつもりだな。あいつ夏の予選でファースト守ってた三島ってやつだよな。あだ！しゃあセンター前！おお、今日は調子に乗ってるな。うめえ、あいつこんな小技も使えたのか。狙いは悪くないけど、もっとこう、こう、こうで、こう。なれんのか？真のリーダーになれんのか？なんかまたチグハグし始めたか。いいぞ、フレア！ナイスピー！ここまで打たれたヒットは、こいつに打たれた二塁打のみ。この男もまた怪物！これはもういつでもいけるな！監督、もう十分準備できてます。お、なんだあのピッチャー。なるこの回から行ってもいいですよね。状況に応じて肩を作るのもリリーフ投手の役目だぞ。この試合だって俺の希望は先発だったんだ。泣いてんのか。ピッチャーの古谷を二塁で見殺しかよ。どうした古谷、息が上がってるぞ。譲らない。金丸、次の回頭から沢村で行くぞ。行け東条、なんとしても塁に出ろ。次の回いきなりクリーンナップだからな。たった2つアウト取っただけでこの雰囲気かよ。状況に応じて肩を作るのリリーフ投手の役目だぞ。エースになるのは俺だ。絶対認めさせてやる。正面から相手に向かっていく沢村の投球、怖いもの知らずで向こう見ず。監督、もう十分準備できてます。あの癖玉サウスポーか。バッター3番な、初球大事な沢村。だったら自分のピッチングを貫かねえとな。静まれ。やっぱボールの出どころは見えづらいな。真ん中の自分のとこの投手に一番やってほしくないピッチングだよな。しつけえな。初球はアウトコースにボール球か。ここに投げなきゃ轟は打ち取れねえ。高さもコースも中途半端。あんだけ豪快に打たれたら逆に気持ちいいわ。次から右打者な、厳しく来いよ。はい、行きますよ。そりゃもう自分にできることはただ一つ。構えたところに全然行ってませんね。ねじ込んだな。勘弁してくれよ。大丈夫だ、みんないる。何もアピールできていない。沢村！本人がどこまで自覚しているか分かりませんが。沢村、交代だ。まだアウト一つ。マウンドに投手は二人いらないから。